キエーザしか当たりおらんやん。キエーザしかいないガチャで草。キエーザかキエーザ以外のガチャ。そんな声にあふれてます、今回のガチャ。ただ本当にそうだろうか。僕はじっくりと見ました、これらの能力。じっくり見た結果、キエーザ以外にもう一人当たりがいます。今から紹介していきましょう。はい、どうもメスです。本日はね、月曜日ということで、ユベントスガチャですね。ごめんなさい、ピエモン、なんだっけピエモンって BN か、まあまあユベントスガチャですね。はい、来ました。でですよ、まあ皆さんね、まあいろんな実況者多分見てると思いますけど、全員が全員ね、今回の大当たりはキエーザ、そう言うでしょう。はい、ただ本当にそうだろうか。僕はねじっくり見ました、当たりがいます。はい、そう、紹介しましょう。マイザキー。さあ、ということでね、何が強いか、解説していきたいと思います。そうですね、まずスキル、そう、優秀なんですよ。ミドルシュート、ワンタッチシュート、ライジングシュートということで、もうミドルからとてつもなく鋭いね、シュートを決めれます。はい。で、これね、以前もね、紹介したと思うんですけど、結局ね、決定力と、キック力を上げれば、それなりにいけるんですよ。まあ、なのでね、まあ、レベル25なんで、おそらく、というか普通に、決定力とキック力はもう80台乗ると。で、このスキルですよ。もう活躍しないわけがない。で、まあ、もともとね、スピード瞬発も結構ね、能力値としては高いし、まあ、オフェンス系との能力もまあまあまあ、とりあえず最低限はあると。いや、もうこれ活躍するでしょ。完全に。まあ、どっちか当たれば、試合行こうと思うんですけど、どっちも当たんなかったらどうしようかな。まあ、とりあえずガチャ引いてみて、まあ、仮に両方当たれば、片方今日はね、主役で使って、片方は、まあ、翌日以降ということで、はい、行きたいと思います。まあ、とりあえずね、ちょっとガチャ引いてみないとなんとも言えないので、引いてみましょう。お願いします。1回目。さあ。まあ、仮にね、モイーズキングが当たったとしても、まあ、最近俺のこと見始めた方、ご存知ないかと思うんですけど、数年前までモイーズキングに相棒として使ってたんですよ。さあ、星5キーンではない。さあ、じゃあ、キエーザ一択か、これは。うわー、ダニーロダニーロね、ブラジルパックの方が明らかに強いらしいんですよ。まあ、なので、結構いらないかな。はーい。どっちも当たらないってな、ちょっとマジで勘弁してほしい。どっちかでいい、当たれ。じゃないと。おい、この後、シチェスニーとか来たら、試合いかんぞ。マジ短時間で、あー、キーンではないね。さあ、おぉ、これはやばいです。この時点でどっちも当たるっていう神展開はなくなりました。はい。うわ、やばい。これ待って、マジで、どっちも当たんなかった場合は、試合どうしよう。ああさあ、ラスト1回です。これマジで終わるよ、俺。どっちも当たんなきゃ終わるよ。マジで。超短い動画になるけど。これまだね、動画の時間があと4分とか続いてるようだったら、どっちか当たってる。さあ、あー、キーンはなくなった。さあ、キエーザー、あぶねー、セーフ、あぶねー、ギリギリ保った、あぶな、よし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 。じゃあちょっとレベル上げて試合の方行きましょう。はい、こんな感じかな。いや、めちゃくちゃ強いね。キエーザ。スーパーサブでしょ、それで。いや、強いだろ、これかなり。オッケー、こんな感じの振り分けでいきたいと思います。いやー、正解かどうかわかんないけどね。まあ、いや、とりあえず、オッケー。さあ、ということで、1試合限定でいきたいと思います。どんなにしょうもない試合でも、もう1試合で。もうこの1試合に全てをかけよう。はい、で、スーパーサブなので、どこ行った?入れ忘れたさすがにもう一試合行くわ。マジで入れ忘れたんだけど。なんなんこれ、ただの一試合やん。さあ、ということでね、正真正銘の一試合で行きたいと思います。おー、調子普通ね。オッケーオッケーオッケー。スーパーサブがあるのでね、後半から行きたいと思います。はい、ということで行きましょう。お願いします。まあ、とりあえず前半は、流していきましょうか。まあまあ、ただね、しっかり点は取りに行きます。さあ、これちょっと点1点取るから、ここだけ見せようか。カットなしでね。はい。
こういう感じね。はい、こうしてルメネドーめっちゃうまくいったわ。はい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 、まあ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 全然いいっすよ、全然ね。まあまあまあ、あの何度も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 言ってますが、まあ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 フルパフォーマンスだね。全然あの煽りだよ、喜びの表現なんだよ。はいはいはい、行きましょう。はい、おざーす、オーケー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 、とりあえずオッケーだね。はいはいはい、まだね主役出てないですが、はい、オッケー。さあということで前半終了ですね。2対1ということでかなり白熱しておりますが、さあここで出すのが、そう、本日の主役キエーザ、いきましょう。でこれ OMF 適正ないから ST にしましょう。オッケー、いくぜ。でちなみにね、あのディビジョン戦でやってます。さあ、あーキエーザあるか、あるか、うわー、キエーザ、キエーザ、うわー、惜しいお、大外キエザどうでしょう。お、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 おーっとキエザに当たって、あ、え、PK、どこのファウル。はいはいはい、これキエザ狙っちゃいますか。キエザはどこにいるとりあえず能力は、あー、60K、いやでも狙うでしょ、これは。動かしそうだけどね、あ、動かしそうだね。どうすっか、そしたら、いや、と見せかけパターンか。うん、いや、いや、もういいや、普通に狙うか。はい、どう、ああ、惜しい、惜しい、やばい、やばい、やばい、危ね、危ね、これクリア、危ね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 、出して、出して、はい、キエーザ、トラップする、キエーザ行くぞ、待って、これで、あんまりね、突っ込みすぎるといけない、で、パス出す。いやー、マジか。ちょっと待って、落ち着いて、はい、ネスタナイスで、ここに、危ない危ない、出せる。いやー、危ない。危ない。オッケー。いや、キエーザに、取れる？おい、ナイス。キエーザ入ってるよ？はい。で、ダブルタッチを、何しゃあ、お前。キエーザでいっちゃうでしょ。これ狙えるよ、完全に。で、さっき見た、カーブはほぼ曲がらん。から結構、キワッキワ。この辺攻めていい。全然曲がんないから、で、こんな感じでどう？どうだ、落ちろ、うわお、キエーザ開くよ、いけんじゃない、はい、来てる来てる。でこうしてムバッペで出す、ドーン、素晴ら素晴らしいでしょ今の。あ、やべえ、パフォン忘れた。あちくしょう、俺としたことが倍返し損ねたー。